そしたら続きやっていきましょう。前回はちょっとエンダーゲートというものを探して、祭壇を探してたんですけれど、ちょっと見つからなくてですね、まあ一応調べたんですけれど、このエンダーアイというもの、やっぱり祭壇の真上に止まるらしいんですね。なのでエンダーアイが示すところの一直線上にないってことは、まあないってことなんですね。はい。なのでまあ多分作成されるときに、なんかその洞窟とか峡谷とかなんかいろんなのと重なっちゃって消えちゃったっていう線が一番強いみたいですね。はい。まあしょうがない、ないもんは仕方ないです。はい。まあ一応ね、そこの中心の周りを、まあ横50ブロック、縦15ブロックぐらい、まあ探したんですけれど、まあ何もないというか洞窟しかなかったんで、まあおそらくないでしょう。まあ諦めるしかないところですね。ただ、その、祭壇みたいなところは、このマイクラの世界に3箇所作られるらしいんですよ。なので、まあ1箇所ダメだってもあと2箇所あるってことで、その2箇所を探せばいいということが分かったんで、まあそれを探していこうかなと思います。一応本とかは全部回収しておきました。あとこの糊石レンガみたいなのがちょっとね、レアそうだったんで一応取っときました。で、エンダーアイ、使えるのかなこれ。だからね、中心、初めてこのワールドが作成された時、生まれ落ちたところから、中心から約1200ぐらいかな、ブロック半径、の中に3つ作られるらしいんですね。なので、なんでボンちゃんこんなとこにいんの？まあいいや。はい。で、なので多分あそこの、俺が今、前回見つけた祭壇よりちょっと離れた場所に行けば、違う方の祭壇にこのエンダーパールクは飛んでくれるんじゃないかなと思うんですよ。どうかわかんないけど、まあ、ちっちゃうかもしんないけどね。なので、ちょっとここら辺で投げてみようか、一回。おお、来た！こっち飛んでる。ってことはこっち側にあるってことだね。よかったー。これで向こうの方飛んでっちゃったらさ、もう探しようがなかったんだけど、これで探せるようになったと。よかったよかった。じゃあ、どっちだ？こっちか。うん。またエンダー集めて、もう一つの方探しに行こう。今度こそさすがに二つ連続ないってことはないと思うんで、また、村人と交換して、で、エンダー集めて、また準備を万端にして、もう一つの方探していきたいと思います。交換できるかな。もうさ、交換条件みたいなのがあるからさ、レベルを上げないと交換してくれない時があるんでね。まあ村人結構たくさんいるんで、まあ大丈夫だとは思うけどね。よし、 OK、 準備完了しました。エンダーアイ22個用意しました。とりあえずこれだけあれば十分じゃないかなと思うんで、行きましょうか。じゃあこっちの方進んでいきましょうかね。どれぐらい離れてるんだろうな。1個目はすごい近くにあったんで、もしかしたら結構離れた場所になっちゃうかもしれないね。なの でエンダーアイは12個ないとそのゲートが開かないんですね。最終的に12個残ってないといけないんで、使用できるのは10個までなんですよ。なので、あんまり離れてると、ちょっと厳しいんだよな。でね、エメラルドもね、かなりもうね、全部使い切ってしまったんで、村人と交換しまくってエメラルドゲットしたんですけど、それも全部ね、使っちゃったんでね。さあ、どうなるか。まだまだこっちか。壊れるなよ。OK。これ一定確率で壊れるみたいなんで、しかも結構ランダムなのかな。うん。なので、あんまり使いたくないというのがあるんで、ちょっとね、距離を取ってから頑張ろうか。でもまあ、リスポーン地点というか一番最初に生まれ落ちた地点から、まあ、1000マス以内だと思うんで、まあ、そこまで離れてないんじゃないかな。一番近くにある村よりは近いはず。はい。私が生まれ落ちたところで一番近い村が1300ぐらい離れてたんで、それよりは近いはずなんで、まあ、多分大丈夫じゃないかな。OK。今度こそ頼むぜ。ここら辺で使ってみようか。おっ。まだまだだね。もうちょっとさ、うわ、これちょっとくそ。もうちょっとなんかさ、なんつうんだろう。もうちょっと離れてるよっていうのさ、離れてたらこれだけ進むとか、近づいてたらゆっくりになるとかさ、そういう違いがあったら分かりやすかったんだけどね。まあ、そう簡単にはいかないわな。
逆向きになった。ということはここら辺にあるな。ここ周辺。ここかな。ここっぽいな。あれ、またどっか行った。ちょ、見失っちゃうな。ちょっと F5 でやっぱ見といた方がいいわな、これで。あ、じゃあ馬じゃない。邪魔。お。え？地面に潜っていった。ここ、ここかな？ここにある。ここ。多分ここら辺だよね。そこか。ここをちょっと中心に掘ってみる。ここ掘って、でよ、あれ消えた。ここら辺だ。あったあったあった。ここに2個。ここの下だきっと。待って、ここ掘って、ほっ、あれわかんねえ、どこ行ってる。ここでも、ここら辺だよね、周辺でことは確かだ。ここちょっと掘ってみよう。直下掘りは怖いんで、よいしょ、これで階段掘りしていこうか、ね、またいつもの通り。さあ今度こそ頼むぜ。さすがに2回連続ないとかはちょっとへこんじゃうよ俺。さすがのポジティブシンキングな俺でもへこんじゃうぜ。頼むぜ。ドキドキする。あ、 BGM もなんか壮大になってきたよ。これから起こる悲劇を。怖い怖い。どうだ。いやでもいけるだろう。祭壇あるでしょう。ないわけがないよね。この瞬間がドキドキするわ。一個一個降りていく瞬間が。そんなにね深くないと思うんだよな。高さは結構ランダムらしいんで。そんなに深くはないと思う。多分石の石板が見えたら当たりなんだろうけど。一個一個確実に。まだね、夜にはならないから天気的には大丈夫だけど。わ、砂利が多いな、ここら辺。マグマとかが怖いんだよな、急に出てきたりとか。あれ、出てこないぞ。これはまさか外れとか。いや、そんなことはないな、さすがに。さすがに、そんな何回も外れだったら。ゾンビの声。洞窟がある。また洞窟で潰されちゃってるとかないよね、祭壇が。めっちゃ近くにいるんじゃん、しかも声。あっ、来た。あったぜ、見覚えのあるやつが。おあるね。これちょっと降りるか。ここからこうやって硬い。なんか生まれた。あれなんなの。なんかネズミみたいなの。あれなんで出てくるんだろう。ちょっと待って、こうやってこう足場作る。あれ作れない。あ、ほなかった。じゃあ丸石でちょっとつけるつけ。初心者みたいな動きしてるから。マイクラマスターになるために頑張れ俺。よし。あ、めっちゃ近くにいるね。怖い怖い怖い。めっちゃなんか入り口なんか既視感がすごいんだけど。デジャブ感がすごいんだけど。え、またないとかないよね。大丈夫だよね。多分入り口っぽくなってるよね。めっちゃゾンビの声聞こえるわ。こっち側から聞こえるな。さあどうでしょう。あ、ドア。今度はちょっと入り口しっかりしてるんじゃないの。あ、いた。ゾンビが迎えに来てくれたよ。あーちゃんもいるな。失礼します。なんかぽくない、ぽくない。うわ、めっちゃいる。やべ。あ、そんなにあるの、なんてことさせるんだよ俺ら。オッケー。あ、ほら見たことないドアがある。なにこれ。あー、びっくりした。かわいい。え、すごい。何の音。ドスンドスンドスンって聞こえた。ちょマジマジ怖い。なんか道あるね。うわあ。なに、なに、ちょ、やめてよ。ちょっとやめて。怖い。
マジで何？ちょっと待って、鳥肌が止まんない。ちょっとやめてやめて、その音やめて、ほんとやめて。待って、ドアが壊されてない？これどうなってんの？これ開けていいの？ちょっと待って、壊さないで。こんにちは。ちょ、なに？いやもうちょっと鳥肌が、ちょやめてよ怖いの。なんなんだよ。マイクラ怖いところないって言ってた私、やる前に。だからやってるの私。怖いのあるならやめるよ。もうなんなの？ちょ待って、マジで怖い。急にドンとかやめてよ、ほんとマジで。牢屋じゃん、完全に。なんかバイオハザードみたいで嫌なんだけど。ちょっと進みたくない。ちょっとやだ。なんなの、なんなの。あーめっちゃいる。めっちゃ広いじゃん。俺がやってたあれは何だったの？これ何？これ回収しとこうぜ。これ何？鉄のドアだって。鉄のドア。鉄でドア作れるんだ。だから箱。あ、こういう形あったもんね。1個目で。あ、図書館来た。やっぱなんかの部屋なのか。城みたいな感じ。誰もいない。ここで緑の人が出てきたら怖いよ。大丈夫？蜘蛛の糸があるからね、動きづらいから。この方はまあ回収しなくてもいいか。また後で来ればいいもんね。場所はすぐわかるし、意外と近かったし。テストの中身見てみようか。あ、エンダーパール。微妙。エンダーパールあればね、新しくエンダーアイが作れるか。いいけど、水なんだろう。これ水危ないな。上にもあるんだ。ちょ、水塞いどこうか。おこよいしょ。どこしょ。何音やめてよ。ちょっと待ってよ。もっとポンポンラスボスに行けると思ったら、あそこにアーチャーいる。アーチャーのくせに。ほら、いいよ。ごめんね。あぶくさ、水が切れちゃった。まあいいや。いいぞ。アーチャーを弓で倒すのって気持ちいいね。うわ、めっちゃ深くまである。これどこが正解だ。ちょっと手前からちょっと全部探索していこうぜ。こっち多分、ね、めっちゃいるんだよね、敵が。めっちゃ深く、これは洞窟だ。ここ洞窟になってるね。ここ洞窟と交わってたってことか。でここ塞いじゃおうか、邪魔だから。よいしょ。でほほ、いいんじゃない。邪魔な、余計な戦闘はしたくないんでね。よし。でここも塞げば OK かな。よし。これで入ってこれないな。ちっちゃい人が入ってきそう。よいしょ。OK。ああ、びっくりした。やめろー、びっくりさせるな。多分俺よりみんなのがビビってたよね、俺の声で。ごめんなさい。俺もビビったの、心臓キュンってなった今。寿命2分ぐらい縮んだわ。マジ返して、俺の寿命。ちょっと、マイクラってホラーゲームなのこれ。いきなり怖くなりすぎじゃない？こんな怖かったっけ？びっくりした。あ、赤い人。目が赤い人。充血してますね。何なんですか？ちょっと、近い。うわ、ばば。もう。逃げ出した。やだ。何なのこれ。あ、何これ。四角い。ちょっとわけわかんないよ。わけがわからない。おお、びっくりした。お前回り込んでたのかよ、この野郎。これ壊されちゃうとまずいんじゃない？これ上が図書館かな、多分。これなんだろう、真ん中の。もう次から次にゾンビがいて、なんなのここ。敵多すぎでしょ。普段より敵が多くないかい。もう そこら中からどっから降りてきたの君。すごいね、はしご登れる系。ほらほら、よいしょっけ。中を見たいんだけど。何、何もねえのかよ。これ上が多分図書館だと思うけど、違う。あ、壊れちゃった。この音はスライム。なんか多種多様な敵がいるね。
あ、上にいたんだ。あー、やった宝物庫ゲッチュ。大して今できないのね。こんなところで一人取り残されてかわいそうに。あ、ここから降りてきたのか。上にもなんかあんのかな。掘ってみる。あ、違う、天井か。回収しとくか。一応ストックにね、余裕はあるわけだし、まあいっぱいになったら捨てちゃえばいいわけだからね。あー怖いわー、マジ。こっちが行ってみる。あ、ゾンビさん、あれ鉄道ドア開かないよ。こっちから開けんの。あー開いてた。なんで、なんもない。何の部屋だろう。これなんで開かないの。あー、ボタン押さないと開かないんだ。なんでこんなシステムになってんだろう。へー、違うない、違うもない。一応壁掘ってね、もしかしたらあるかもしれないし。ちょっと祭壇ってどこにあんの。マジかよ、怖い怖い怖い。なんか進むしかないか。やっぱ下に降りるしかないんだね。なんで3方向もあんだよ。どっちを気にすればいいの。こっちだわ。こっち気にしてる間に後ろから来るとかないよね。大丈夫だよ。あ、爆発させちゃった。え、頑丈。え、あ、お前か。かわいい。こいつ仲間呼ぶから早めに倒さないと。ちょっと待ってよ。ちょっと早く祭壇とやらに行かせて俺を。うわー、来たくねー、来たくねー、怖えー怖えーよー。急にこれ閉められたりとかしないよね、ドアバタンとか。あのゾンビのドア叩く音が一番怖かったけど、なんもない。一応掘っとくか。ないか。多分レンガがなければ続いてないよね。掘り進めばもしかしたら道あるかもしれないけど。完全に牢獄って本当にラストダンジョンって感じだね。こっちが行くか。怖いな。怖いぞ。これは怖いぞ。これは怖いんだぞ。いやもう松明がない、死んじゃう俺。どうしよう。松明がなかったら死んじゃう。松明がなかったら死んじゃうぞ俺は。あそこで待って。ちょ、広すぎじゃね。ヘベベ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 クスエベクスロックスエベクスロックス。もうちこくんじゃねえ。そこでバカチロ、こっちくんじゃないのバカロ。いい加減にしなさい。やべべべべ、死んじゃうでしょバカ。俺が死んだら俺が悲しむよ。ちょっとやめて。さあさらさら、これ踏めばいいのか。あれ出てない。地下つっけえ怪しいんだけど。ちょっとさあ気持ち変えて、本当にあるべき場所に帰って。ちょっとこれはあれだな、周り掘っちゃえばいいんだな。こんなのそう、ドアなんて関係ない。ブレーコだよブレーコ。また、これは扉を押せばすぐ閉まんの。やめて。あ、これもしかして、あ、ここにボタンあったよ。ちゃんと表裏にボタンあるんだね。アブさん、キャー、アブさん、こっち見て。こっちの下は洞窟かな。じゃあこっち行こう。あ、これは？あ、階段。この螺旋階段って怪しいよね。降りてみるか。長すぎじゃね？音するね。急に出ないなら大丈夫。歓迎よ。四角が多すぎるわ。四角からさバシャーってきそうで怖い。いや大丈夫。開け閉まるの早いよ。ちょもうマジな、複雑すぎて今いる場所も全然わかんねえわ。なんだろこの迷宮は。まさにラストダンジョンって感じだけど。ちょ閉まんの早いってば。ジグザグ走法、えいえい。全然的外れてたけど。そろそろついてもいいんじゃないか。ない、あれ真下だから、やっぱりエンダーアイの真下はずっと掘ってっちゃった方がいいのかな。どうなんだろう。何これ、これか。
お前なんだ、お前はなんだ、お前はネズミだ、ハリネズミだ、かわいい、コウモリだ、よし、いいぞ、これか、あ、これが、待って、あいつを産んでるのか、なるほどね、おお、すげえ、ちょっと先に湧き潰し、先に湧き潰し、すげえ、これが、祭壇、やっと見つけたよ。